どうしたら大きな声で笑えるようになるんだというお便りでした。なるほど。どうですか、私いつもバカみたいに笑って、あ、ごめんなさい、大きな声で笑ったんですけど。おいおい、聞こえたぞ、バカみたいに聞こえたぞ。え？え？聞こえたよ、バカみたいに。タイムラグ、電話やった。タイムラグ、あ、そういうこと。そう聞こえた。なるほどね。あ、そう聞こえちゃった。ごめんごめんごめん。そうそうそう、俺が悪いよ。ごめんごめん。いや、そうですね。大きい声って言うと、やっぱり、なんか楽しかったら、自然と大きい声になるじゃないですか。その、気持ちの意識ですね。楽しいって思えたら、大きな声になるし、大きな笑いになるし、その笑いで皆さんも幸せになってるっていうことで、もう、みんながハッピー。あれ、あれっすよね。だって自分をさらけ出せみたいなことっすよね。いや、ちょっと違うんだけど。急兵がフォロー入ってる。ちょっと共演最近あのフォロー入ってくれるから。そう、あの、やっぱ笑うときにもやっぱ恥ずかしさって出る人いるから。なるほどね。共演をどっちかっていうと、どっちタイプ？大声で笑える人、笑えない人？やっぱ最近やっぱこの横にこう、こうバカほど笑う人がいるんで、隣に。声バカって聞こえた。あれや。違う違う、タイムラグス。タイムラグね、オッケー。タイムラグではない。タイムラグでも聞こえてたけど、電波って言うんやったらわかるけど、まだ。いや、めっちゃほら元気にね、笑う人がやっぱいるんで。うん、俺もその笑うようにはなったっすよね。おお。ああ、釣られてね。おかけということで。はい。やっぱそういうのいるよね、やっぱ。一人はいるよ、ね、いる。友達にね。一人来る。そう、いるいる。一人はいる。うん。まあ、恥ずかしがらずにいいねっていうことですよね。そうです、そうですね。